M リーグルール、トーン1曲、ブランチャット、ラガリアンフリー、4巡目です。決まった。ビビるぐらい迷わないな、これ。ええ、マジ、うん、すげえ。結構迷っちゃうけどな。じゃあ、ノック割り切るな、はい、ノシブルなかった。そう、違う、わかんないけど、まあ、お願いします。まあ、さあ、せーの、チーキー E1E1 なんだ。まあ、Q1 でもいいけど。うん、どっちでもいい。もう結構 GP 来ちゃうんだよなぁ、リャンマンタワー。まあ、絶対迷わないって言うからさ、これ GP しかないの。E1 か Q1 か E1 か。俺もそう思った、渋川君に GP か。違う違う。マンズ切りで悩まない。今ので、ね、多分誘導されて、GP になって。騙されたから、これ。これ、いや、いつ、見なくないこれ。いや、見ないね。ここで聞いたら、まあ、まあ、すぐ引いたまあだけど、それは全然シャンポーやる点でいいし、リーチでもいいしな、うん、GBQ。次に、ソーズの真ん中引いたときに、タニヤもなくなるの、やばすぎるから。うん、E1、Q1、Q ピン、Q ピン全部落としていけるもんな、ソーズ引いたら。行かなくていいけど、そこまでは。いけるし、いけるかもしれない、まあ、いや、赤赤がだからさ、泣かないしな。もう迷わないなと思ったんだよね。赤赤じゃなかったら、ちょっと、赤ゼロとかだったらね。ダイレクト1つ偉いかみたいな気分でちょっと迷うんだけど、シグの罠じゃない、全てを天秤にかけると思ったんだよな。まあ確かにシグの罠じゃない、一択って言ったから、え？ E1 と Q1 で悩むじゃんって思って、ってことはじゃあこれ1択だな、シグだってそこまで思わないけど、マンズ落としで迷う、シグの罠に柔軟なのはこれバンズだろ、さすがに。さすがに言わせる。想像受け止められるしな、うん、受け止められないから。ピンズ何引いてもね、完全にシャンティングだろうし、全然リャンパワー引いた、キューピーチーピーシャンプーでもいいし、なんかリャンパワー以外全部チーピー誤解は恨めるし、リャンパワー引いてもそこまでじゃ、赤赤だからね、そうまだ戦えるよね。赤なしだったらね、赤なしでチーピーかな、ついに、うん、赤1でも E1、Q1 だもんな。赤なしでチーピンかな。赤なしですらなんかもう、いや分かるよ、うん、とかチーピンみたいな、うん、こんなに上がりづらくしていいのっていう葛藤だよね。うん、でリアンピン引いてね、換算ピンとかパワーでしちゃってみたいになるよね。確かにな、ウルグンとか引いたら意味わかんなくなっちゃうし、ね、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ぜひまたご覧ください。